ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りいたしますガチャ動画、全国にこちら、じゃん、田中みな実さんの表紙のアエラ、こちら全国の書店またはコンビニエンスで、はい、発売されましたね。この中にですね、ガチャガチャ上陸55年三次ブームというね、こちらに協力させていただきました3ページでございます。映ってるガチャアイテムはすべて私のコレクションの中からということで、実際に見ていただきたいと思います。それではどうぞ。とてもいい記事書いてもらいましたね、編集部の石田薫さんという女性の方だったんですが、ガチャガチャあんまり知らないんでっていう風な話だったんですけど、はい、かなり明るくなっていただきまして、今発売中の本なんで、ね、一部しか見せられませんけどもね、はい、ガチャっと回せば笑顔転げ出す、ね、そんなタイトルで作っていただきました。その中でこちら、バンダイの HG シリーズ、1994年から発売された、こちらのラインナップも、同じシリーズではなくてバラバラ、私が好きな造形をセレクトさせていただいたというこだわりの1枚です。実はそちらこちらです、じゃーん。これ実際ですね、はい、このねメトロン星人がねチャブ台と一緒についてるとこいいですよね。このチャブ台もね、はい、バンダイでチャブ台を出すんですよ。メトロン星人の背中もこれはなかなか、はい、アイラの方ではチェックできませんからね。早田隊員いいですね。これスカイドンの時にですね、急にスカイドンを宇宙に飛ばそうという作戦が失敗して、ウルトラマンに変身しようと、する前にカレーライスを食べて間違ってカレーを食べてるスプーンを、はい、空に高く上げてしまったというコミカルなシーンですね。こういうあたりをこう造形にしてもらっちゃうとやっぱガチャガチャやめられないですよね。ウルトラマンの前傾姿勢がかっこいいですよね。少しねプリッと出してる、ね、これが当時シークレット扱いのゼラン星人ですね、人間型少年の首元に銃を撃ったらゼラン星人に変わって命を落としたというね、そんなシーンでございます。レアですよね。本編では1秒ぐらいしか出なかったゼラン星人、これはシークレット扱いでね、当時200円だったんですけど、今それの20倍ぐらいするかな、30倍の値段で取引されているという、レアな HG シリーズですね。これが比較的新しいんじゃないですかね。さらには友人の SR シリーズでね、巨人の星、そしてこちら東京ムービーコレクションからアタックナンバーワン、こちらのフィギュアも好きなんでね、こちらも再撮して、編集部の方に送らせていただきました。見ていただきましょう、どうぞ。この鮎原梢とね、もう一人の名前忘れましたけど、このフィギュアと一緒にこのコートもついているっていうのがね、芸が細かいなーということで当時、はい、びっくりしました。そしてこちらです。チャブ台返すシーンね、はい、これは右チャブ台左チャブ台と星一徹星ヒューマが一応このセットで200円っていう感じでね、ですから星ヒューマだけ当たっちゃうとですね、右側のテーブルしか当たらないっていう、ちょっとね、この味噌汁ご飯醤油たくあんとね、あとなんかの煮つけですか、ね、このなんかこういいですよね、重力がかかってる感じがね。星一徹の顔もなかなかです。で殴られてるヒューマね、そうですね、はい、これもなかなかね、いいんじゃないですか。いや素敵な造形だ。友人の SR シリーズですけどね、こちら台紙が見つかりましたんでね、はい、この中ど真ん中ですね、はい、オープニングの、ね、映像の中でチャブ台をひっくり返すシーンが当たるという、なかなか。そんでもってこちらはですね、いつも YouTube を配信している部屋でございます。珍しく凛々しく写真を撮らせていただきました。はい、絶賛発売中のアイラでございますが、昨年の12月の頭に話が来ましてですね、今回はガチャガチャの歴史についてと、いうことで、自分のいろんな体験談、自分の方にもちょいちょいと載せたんですけども、さらに深掘りした記事がこちらの方に載ってますので、ぜひチェックしていただければと思います。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンやコメント、ガチャガチャリクエストも待ってます。それではまた次回。